旅人、来てくれたか。今この空間について考えていたんだ。未知の脅威が潜んでいる以上、悠長に構えている暇はない。一刻も早く鉱魔体制と合流すべきだろう。しかし都合が良すぎると思わないか。お前から鉱魔体制のことを聞いてすぐに、あの空間から彼の声が聞こえてきただろう。まるで恋に仕組まれたもののようだ。鉱魔体制がその場にいると錯覚させ、未知の場所まで誘い込まれたかのような。一つ私には推測がある。だがいきなりそれを皆に伝えては怖がらせてしまうだろう。先ほど見た鉱魔体制の反応から察するに、おそらく彼は私たちと別の空間にいるはずだ。だがその声も姿も私たちのいる空間にまで届いた。もしかするとこの空間はもとより錯綜しているのではないだろうか。ここにいるはずのない人、そして霊まで見えている。空腹を感じないのは体の状態が停滞しているのが原因だ。つまり私たちの時間が止まってしまっているということ。もしこの推測が正しければ、私たちは非常に不合理な場所にいることになる。つまり様々な情報が一つの可能性を示している。この地下空間は時間と空間が錯綜しているということだ。しかしそのように錯綜した空間だからこそ、どこにいるのかわからない仲間の声を捉えることができた。実に不条理だな。もちろんこの空間がそれを私たちに聞かせたのであれば話は別だ。そして先ほど鉱魔体制の身に起こったことについて一つ考えがある。私たちは彼に会ったのではなく、別の場所にいた彼の姿が何らかの空間の変化により伝わり、それを見たのではないだろうか。旅人、先ほど門の中でアビスを見たと言っていたな。あの門は一見すると意地の悪いいたずらにしか見えない。あそこで私たちは怖いものを見せられただけだ。だがもしその中に入るよう誘導するものがあったら、門の向こうに何があるのかは誰にも見当がつかない。最初は冗談のようないたずらで油断を誘い、次に真の脅威によって覗いたものを捕らえる。この空間は手強い相手だ。私たちの思考を読んで手のひらで転がすように操っている。それでも私はただ黙って待っているつもりなどない。覚えているか、あの溶けた地面の横に小さな空間の裂け目があったの。ああ、あれからは空間に干渉する術に近いものを感じた。だがそこに秘められた力は通常のものよりはるかに強力だった。鉱魔体制の出現は私たちと彼の空間が交わること、ましてや私たちに彼の声が聞こえ姿が見えることなど想定していないような印象を受けた。この空間は私たちを罠にはめるためのものだと思う。だからわざと鉱魔体制の声をここに送ったんだろう。だがこの変化が空間に裂け目を作ることを予期していなかったように感じる。つまり私たちが鉱魔体制と会話したことは、それにとっても予想外の状況だったということだ。そうだ、あれから私は戻って辺りをじっくりと調べてみた。このような混沌とした空間が交わり続ければあらゆる事象が起こりうる。だが私はこれをチャンスだとも思う。もし空間が私たちの心を利用し惑わす現象を作るのならば、旅人、心を落ち着かせて耳を澄ますんだ。もしかしたらもう一度鉱魔体制の声を捉えられるかもしれない。この感じ、うん、そこか。はあ？イエランの現像を破る技を真似てみた。こうもうまくいくとは思わなかったがな。声はこの現像の奥から聞こえるようだ。入って確認してみよう。